では子どもたちに太鼓を伝え、霊山太鼓の伝承に取り組んでいます。毎年8月の第1日曜日に開催されます霊山太鼓祭りでは、各地区の太鼓保存会が一箇所に集結しまして、それぞれの演技を披露するイベントも行っています。平成12年には長年の住民主体の地域づくり活動が認められまして、自治大臣表彰を受賞しています。それでは準備よろしいですか？はい、準備ができたようです。ではお願いします。